今回のスタイルのテーマを教えてください。テーマは2つあって、1つが強い女性っていうのと、もう1つが自分のサロンは、原宿のエッチなスタイル、そのモード感のあるスタイルが得意なので、そこを意識しました。スタイルのポイントは？スタイルのポイントは顔周りのレイヤーの入れる位置と、カラーの配置です。カットカラーの施術内容を簡単に教えてください。カットは、ウルフカットにして、カラーは、顔周りに濃いグレーと、その分け目の部分に入れて全体的に T 字になるようにカラーをしました。スタイリング方法と使ったスタイリング材を教えてください。はい、26mm のコテで全体的に外跳ねをして、動きを出して、その後にモデニカナチュラルのジェルワックスを使って、その全体的にツヤを与えて強い女性を意識しました。作品撮影のスタイル作りで心がけていることは何ですか？そのヘアのバランスに一番心がけていて、自分の目で見るだけじゃなくて、携帯のスマホなどのカメラを通して見ることによって、そのカメラに撮った時のバランスなどを意識しています。今の役職、仕事内容を教えてください。はい、今スノットバイガルデというサロンで、今店長をやらせていただいていて、主にその経理だとか、そのお店の数字面を任されています。美容師になろうと思ったのはいつ頃ですか？またそのきっかけは？美容師になろうと思ったのは高校2年生くらいの時で、まあ、きっかけがめっちゃ単純なんですけど、その時に好きだった女の子が美容師か看護師になるって言ってて、看護師にはなれないから美容師になるかと思って、そこから目指し始めました。美容師をやってていいな、楽しいなと思うのはどんな時ですか？やっぱりお客様がそのスタイリングして仕上げて帰られた後に、そのメッセージとかで本当にありがとうございました、また行きますとか来てくださると、いや嬉しいなって思いますね。サロンワークではどんなことを心がけていますか？サロンワークでは、まだ僕は一応1年目のスタイリストとしてやらせていただいてるんですけど、やっぱり他の先輩方のお客さんともコミュニケーションを取るようにして、その自分のお客様だけじゃなくてお店全体を盛り上げようと頑張っています。得意なスタイルは何ですか？得意なスタイルはその今回のスタイルもなんですけど、ウルフカットが得意で、インスタグラムとかではウルフ推しでやらせていただいてます。若くして店長の重責を担っていますけど、はい、これは随分早いと思いますけど、どんなきっかけで、どんな今思いでいますか？きっかけは本当に突然、そのうちの代表であるあつとしさんから電話かかってきて、お店やらないみたいな、お願いしますって本当に流されるように始めてみたんですけど、そこからは本当にトントン拍子で、それを聞かされてから2ヶ月ぐらいでオープンだったので、いや本当にびっくりというか、最初は緊張する場面もありましたし、そのまあご指導いただける場面もたくさんあったんですけど、今はなんとかやらさせていただいて、とても楽しいです。学生時代にやってきたことは何ですか？やってきたことはまずカットの練習、そのうちの僕が受けたサロンがカットに重きを置いていたので、本当にその練習ばっかりしていましたね。本当に深夜から朝までとかぶっ続けでやったこともありますし、それこそその友達ともその一緒にやって高め合ったりしていきました。今の夢を教えてください。今の夢は、もちろん最終的な目標に自分のサロンを持ちたいっていうのはありますけど、まあ、今はその自分のお世話になったサロンさんとか、こういう機会、ありがたい機会を与えてくださった、その今入ってるガルテに恩返しをしたいっていう思いがあります。